ロッキー博物館の外のワンケルレックスのブロンズのキャスト。ワンケルレックスは1988年にアメリカ合衆国モンタナ州チャールズ・ウェム・ラッセル自然保護区で発見されたティラノサウルスの古代。全死がほぼ完全に保存された約18歳の亜生体であり、実骨標本は2019年から国立自然史博物館で展示されている。1988年、 キャシー・ワンケルが、アメリカ合衆国モンタナ州チャールズ・ウェムラッセル自然、保護区でワンケルレックスを発見した。発掘作業は古生物学者、ジャック・ホーナー率いるロッキー博物館のチームが、アメリカ陸軍工兵司令部の補佐を受けていった。産出したワンケルレックスには単理した頭骨を、はじめ骨格の約85%が保存されており、全種のような細かい構造も、 ほぼ完全に保存されていた。ワンケルレックスは18歳で死亡した個体であり完全には成長しきっていない全長は約11.6メートル体重は5.8から10.8トンと推定されている現在ではスーやスコッティなどに記録を抜かれているが発見時点では最大のティラノサウルス標本であったまた ワンケルリックスは化石化した骨の中に生体分子がまだ存在するかどうかを調べるために研究された最初の化石恐竜の骨格の一つでもある。当時博士号候補者であったメアリー・シュバイザーはヘモグロビンを構成する鉄の生物学的形態であるヘムを発見し2013年に発表した。ワンケルリックスの荷骨はモンタナ州ボーズマンのロッキー博物館に 実骨標本が長く展示されていた。ワンケルレックスは、公兵隊が所有しており、長年ロッキー博物館での展示を許可していた。2013年6月に、公兵隊はスミソニアン博物館群の一つである、ワシントン DC の国立自然史博物館に50年契約で貸し出した。国立自然史博物館のワンケルレックス標本は、2013年10月16日から、 2014年春に博物館の恐竜ホールの展示が改装のために閉鎖されるまで展示された。2019年に再び開館してからは常設展の目玉展示となった。常設展示でのワンケルレックスはトリケラトップスのハッチャーを捕食する姿勢で展示されている。なお、ロッキー博物館にはマイケル・ホランドによる頭蓋骨の鋳造復元品が展示された。また、 ロッキー博物館には数多くのティラノサウルスの骨格が所蔵されており、ワンケルレックスが移された後はペックズレックスが展示された。ロイヤルオンタリオ博物館のワンケルレックス。レプリカはスコットランド博物館、オーストラリア化石鉱物博物館、カリフォルニア大学古生物学博物館などに展示されている。また、ロッキー博物館の外にはビッグ、 マイクと呼ばれるブロンズ製の標本が立っている。日本では、カンナ町恐竜センターや豊橋市自然史博物館で、レプリカが常設展示されており、特に、カンナ町恐竜センターのレプリカでは、山上が再現されている。また、2011年には、福井県立恐竜博物館の企画展、新設恐竜の成長でも展示された。ありがとうございます。